皆さんこんにちは。女子ゴルフの国内ツアーノブトグループマスターズ GC レディース最終日が10月22日兵庫マスターズ GC で行われました。首入れ出た菅沼菜々さんが3バーディー1ボギーの70で回り、通算14アンダーで優勝しました。今年8月の NEC 軽井沢72以来2ヶ月ぶりの嬉しいツアー2勝目を手にしました。3位で出た22歳の昨季年間女王山下美夢有さんは3打差の2位、勝った菅沼さんをショットも曲がっていない、アプローチとパットが本当に良かったと称えました。そんな菅沼菜々さんの病気や家族、男性遍歴について紹介します。まずは簡単なプロフィールから紹介します。名前菅沼菜々、生年月日2000年2月10日、身長158cm、血液型 AB 型、出身地東京都立川市、出身校埼玉栄高等学校、プロテスト受験2018年7月27日、入会日2018年7月28日 LPGA 入会、90期生、使用クラブダンロップ、使用ボールダンロップ、所属アイオイ日生同和損保、スポーツ歴スキースノーボード、趣味ライブ鑑賞、住宅展示場に行くこと、物件を見ること、師弟関係父親坂爪和久コーチ、憧れの選手渡辺彩香、最近何かと話題になっている菅沼菜々さん、2度目の優勝も手にした菅沼菜々さんですが、病気にもかかり壮絶な苦労を重ねてきたようです。菅沼菜々さんは高2の時に不安障害の一種で無気力症候群に陥ってしまったそうです。それとその後からこちらも不安障害の一種で広場恐怖症になってしまったようです。広場恐怖症については2020年6月に菅沼菜々さんご自身が公表しておりますね。どちらも不安障害で現代病の病気のくくりになるようです。無気力症候群、広場恐怖症とはどういった症状なのでしょうか。無気力症候群とは意欲が低下したり自発性が低下したり感情の起伏が小さくなったり周囲に無関心になったりするような無気力な症状、無気力症アパシーシンドロームとも言われています。これらの反応は強いストレスから心を守るための逃避行動だとも言われ、その人の一番の本業に対してだけ無気力になっている状態のことを指すそうです。仕事をしている社会人であれば仕事が、学生であれば学業が、専業主婦であれば家事がといった具合に、その人にとっての本業にやる気が出ないという状態だそうです。広場恐怖症とは自分を制御できなくなるような症状やパニック症状が起こった時に逃げることが困難であったり、または助けが得られないかもしれないという状況において恐怖または不安を抱く病気、その恐怖や不安や回避は持続的で典型的には6ヶ月以上続くようです。社会的、職業的または他の重要な領域における機能障害を引き起こすそうです。現在菅沼菜々さんは治療として薬を使っての治療はドーピング関係で使用できないので、カウンセリングや何種類かの方法で今は治療を行っているとのことです。菅沼菜々さんの現在の状況として無気力症候群については、菅沼菜々さんが高2の冬から約半年近くゴルフから離れ、その際病院を5つ回ったとのこと。そこからの復帰のきっかけはアイドルグループセクシーゾーンの横浜アリーナライブに足を運び、お気に入りの佐藤勝利の雄姿を見て、いつか私もプロとして人を感動させてみたいと再起を決意したそうです。そんな病気と戦い続ける菅沼菜々さんですが、支えてくれた両親はどんな人なのでしょうか。菅沼菜々さんの父親の名前は菅沼真一さんと言います。娘のキャディーを務めることもありますし、インタビューなどにも顔出しで応じているのでご存知の人も多いかもしれません。父親と娘の親子仲はとても良好で、父親の誕生日に試合があった時には絶対に勝ちたいと気合が入っていました。残念ながらその時優勝はできませんでしたが、その気持ちだけでお父さんは嬉しかったはずです。そんな父親の菅沼真一さんの仕事はティーチングスタッフ、要はゴルフのコーチをしています。
具体的には東京都立川市にあるインドアゴルフ練習場ゴルフブラザーが勤め先です。川上雄大さんと川上健さんという兄弟のツアープロが所属する練習場です。ただもともとは違う仕事をされていたのかもしれません。なぜなら父親の影響を受けて5歳からゴルフを始めた菅沼奈々さんのことを雑誌やテレビを見て勉強しながら教えていたと話していました。そのため最初からコーチとして研修などを受けてきたわけではないようです。それでも小さい頃から娘の個性と感覚を大切にしながら教え導いてきた指導力には確かなものがあったようですね。親子で確立した独特のアップライトのスイングはプロゴルファーの中でも珍しいですが見事な成績を収めています。菅沼奈々さんの母親の名前は菅沼めぐみさん。あまり公の場に顔を出すことはなく陰から娘を支えています。そのためゴルフ好きらしいということ以外は全然情報がありません。菅沼奈々さんのヘッドカバーで相棒のダッちゃんと紹介するほどお気に入りのダッフィー人形は母親のハンドメイド作品なんだそうです。普通に売っていそうなくらいのクオリティなのでかなり手先が器用な方なのかもしれません。娘にとっては単純に可愛い人形というだけでなく思い入れの詰まった大切な一品と言えるでしょう。キャディーを務めることもある父親と一緒に常に家族で戦っていると考えて良さそうです。ルックスも良く良い成績も収める菅沼奈々さん。菅沼奈々さんが契約されているスポンサーサポーター企業について紹介します。菅沼奈々プロと契約しているスポンサー企業9社。1、アイオイ日生同和損害保険株式会社。2、 NTT データ先端技術株式会社。3、株式会社富士家。4、株式会社メインコンセプト。5、東松山カントリークラブ。6、アバンドアボット。7、ドリーミーイン株式会社強力メンテナンス。8、リクソン。9、レコックポルティフ株式会社デサント。菅沼奈々さんと契約しているサポーター企業9社。1、コモレビヌック村山建設。2、株式会社朝日測量設計。3、 KY ライト株式会社。4、株式会社ライターム。5、株式会社 AI ネットテクノロジー。6、株式会社武蔵田中企画。7、株式会社リガード。8、勝システムプロダクツ株式会社。9、株式会社ブリッジム。最後に菅沼奈々さんに現在彼氏はいるのか紹介します。結論から申しますと菅沼奈々さんに現在彼氏はいません。ゴルフの練習などで彼氏などを作る時間もないのかもしれませんね。ただ好きなアイドルというので先日の通りセクシーゾーンの佐藤勝利さんとのことでした。顔が好きなんだそうです。かなりの面食いなのかもしれませんね。いかがでしたか。今後の菅沼奈々さんの活躍にも目が離せません。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。